はい、こんにちは。レトスのーノです。9月18日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。模試の点数が悪くても終わりではない。やめたら終わりだ。試験日まであと1ヶ月。まだ十分に間に合いますね。やる、やらない、諦める、なんて考えてる暇はありません。試験2週間前までは模試を使った勉強を黙々とこなしていきましょう。できれば模試は6回ほどやってほしいです。 なので、まあ、2冊ぐらいですね1冊だいたい3回分入ってますので2冊ぐらいはやっていただきたいです必ず点数は上がってきます模試の試験の点数は全く気にする必要はありませんむしろみんなが解けなければならない問題を確実に解けるようにしていきましょう難しくて解けない問題はみんな解けませんそういったものは気にしなくて大丈夫ですこれも本試験での瞬時の判断対応をすることに大切なことです そしてもう現在点数が安定して取れているという方もいると思いますそのような方は試験日まで今までしてきた勉強の範囲を広げることなく今までの知識を維持していくような勉強をしていってください決して50点を目指して細かい部分まで深入りするような無駄な勉強はやめておきましょう大手の予備校の受講者様で合格確実という方がこのような無駄な勉強をしてしまって不合格になってしまった方を何人か知っています なので要注意ですそして弊社の予想もしの値上げまであと2日となりました年に1回の宅形試験なんで悔いの残らないようにしていきましょうそれでは本日の3問に入っていきます A 所有のコーチは袋地で A が所有していない周りの土地を通る通路を開設しなければ行動に出ることができない場合についてコーチが A 及び C の共有地の分割によって袋地となった時には A は C が所有する分割後の残余地にしか通路を解説することができないルか×かという問題です考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは○ですね共有分割によって生じた袋地の所有者っていうのは共有分割の残余地つまり分割による他の分割者の所有地しか通合することができないんですね つまり A は C 所有の土地しかツールを解説することができないということになります。よって答えは丸です。で、今回の問題の解説については別途動画を作りましたのでぜひそちらご確認いただければと思います。今回の問題の解説動画と効率的な勉強法についてお伝えしております。で、これについては最後に動画リンクさせておきますのでそちらご確認いただければと思います。この解説を読んでどういったことかわからない方はぜひですね、最後の動画をご覧いただいて理解をしてください。 理解学習こそ合格への一番の近道です。で、問い2ですね。都道府県知事は、不正手段によって、宅建取引士資格を受けようとした者に対して、その受験を禁止することができるが、何年を上限として受験禁止ができるか。これ、記述問題になってるんですけども、実際の法試験ではマーク式なので、丸か×かなんですね。ただ、この数字については覚えていただきたいので、まあ、今回、記述式にしております。で、答えはこれ3年ですね。 3年以内の期間を定めて受験を禁止することができます。例えばカンニングして見つかるといった場合、3年間受験できなくなる可能性があるので気をつけてください。5年っていうのは取引支障の有効期間と免許の有効期間ですね。まあ、このように比較して覚えるようにしましょう。これが効率的な勉強法です。では問い3です。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者、 または占有者に対して、当該土地、または当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。丸か罰かという問題です。で、答えは、これ正しいですね。まあ、これは上部そのままなので、そのまま覚えていただいて大丈夫です。知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者、または占有者に対して、 何を求めることができるのかこれは土地の状況だったり土地内の工事の状況について報告してくださいと求めることができます、まあ、ここはそのまま頭に入れていただければと思いますそして初めにもお伝えをした通り問い位置の犬落ち通行券の動画についてはこちらの真ん中の動画参考にしてみてくださいまたあと2日で予想模試は値上げとなります上記のような詳しい解説を模試では行っていますので あと数点伸ばしたいという方はぜひ弊社の予想模試ご活用ください。予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。